川崎市議会は神奈川県川崎市の地方議会。川崎市議会は通例として2から3月、6から7月、9から10月、11から12月の年4回1ヶ月程度の期間で定例会が開催される。その他にも必要に応じて臨時会が開催される。一般質問は各定例会の本会議において議員個人が市政全般について 市長をはじめとした執行機関の考えや政策の説明を求めることができる質問のことである。川崎市議会では一般質問は確定例会ごとに全員行うことができる。持ち時間は1人30分で質問形式は全質問を一括して質問し、一括で答弁を受ける一括質問形式と質問を一問ごとに質問し、 一問ごとに答弁を受ける一問一、等方式を選択することができる。議会運営委員会は、議会の円滑な運営を確保するために、議会運営に関することを決定する委員会である。特別委員会は、不義事件について審査あるいは調査、研究するため、必要に応じて設置される委員会で、現在は一つの特別委員会が設置されている。 川崎市議会の選挙制度は、各行政区を選挙区とする中選挙区制である。政務活動費は会派もしくは議員に対して、月額45万円支給される。ただし、会派の場合、会派に対しては一人当たり月額5万円支給して、残りの月額40万円を議員個人に支給するかを選択することができる。ありがとうございます。